フェイスブックに向かって喋っていい？そう今フェイスブックライブだけ始まってるんでちょっとお話しさせてください、はい、音楽とダンスと絵画のコラボ、観客との一体感はオンラインでも可能か、さまざまなジャンルのクリエイターによるライブ&トーク&ワークショップ、イベント、今日ですね YouTube ライブでも流してるんですが、今ちょっと YouTube ライブが、遅れてまして Facebook だけ先行して、ね、流してます。ゲストにはね達也さんを迎えして、はじめ達也さんとのトークでスタートしますが、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、YouTube で見てくださっている方も ありがとうございます。はい、やっぱりオンラインの可能性についてね今日お話を伺いたいんです。ちょっと YouTube ライブ始まったらもう一回、はい、もう一回同じことを初めからしゃべりますけどお許しください。はい、あ OK ですか。はい、では YouTube ライブも始まったみたいなのでよろしくお願いします。本日はお願いします。お願いします。音楽、ダンス、絵画のコラボ、観客との一体感はオンラインでも可能か、さまざまなジャンルのクリエイターによるライブ、トーク、ワークショップというイベントを行っています。コロナでね苦境にある音楽界、アート界、そしてダンス界、エンターテインメント界は本当ね、コロナで、苦しい状況にありますけれども、オンラインでも可能性があるんじゃないかと探り続けて、もう第4弾、あ、すごい、さすがすかさず達也さんが達也さん、なんと第2弾にもねすでにご出演いただいて、トークもねその時もいろいろ話聞いたんですが、いろいろ進展がありそうですのでね、またそちらも楽しみにしております。では達也さんのね、ご紹介、私から紹介した方が、自己紹介の方が、私から、はい、はい、じゃあもうダンサーでありね、振付師でも CM 界でも大活躍されている Q達也さんです。よろしくお願いします。ファンの方もたくさん見てくださってるようです。 Facebook で見てくださってる皆様ありがとうございます。はい、さてさて達也さんはこの間のお話では東京都のね、はい、アートにエールを作ってるところってことですか。もう発表されてましたよね。発表されてましたね。はい、私も拝見しましたけど、私ダンスがいっぱいかと思ったら割とトークがいっぱいだったんですね。ああ、見てくださってありがとうございます。見ましたよ。そうですね。はい。なんでか。なんか最近そういうご解説してください。解説。ああ、そうですね。確かにそのお話の方が7割ぐらい。あったと思うんですけど、はい、そうですね、まあ、その東京都のプログラムで、まあ、何かこう今思っている今生きている人たちがどんなことを思っているのかっていうことをですね、形として、残すためにですね、まあ、お一人だけだとなかなか、はい、伝わらない部分も、まあ、抽象的なのであるので、はい、ああいう、こうアーティストとか、まあ、主婦とか、まあ、いろんな、まあ、割とアーティストが多かったんですけど、そういう人たちに、こう、そうですね、テーマとしては、あなたのニューノーマルを教えてくださいっていう、その新しい日常、はい、ニューノーマルを、聞いて、で、それとは全く関係なく、僕が勝手に振り付けした振り付けを一緒に送っていただいたっていうことですね。はい、そうでした、はい、なんか最後にはカワルコさんのトークまで入っていてね、はい、そうですね、カワルコさんでどういうことを考えていらっしゃるのかをお聞きしました。はい、ぜひぜひなんか皆さんもこのアートにエールのね、ホームページかなの方で見られますので見ていただきたいですが、で最後にみんなでズームでね踊っているのがすごい楽しそうで、はい、ありがとうございます。練習大変でしたあれ。あ、そうかそうかそうか、ズームで練習して、あ、編集が大変だったのか、編集が、はい、そうです、編集、エディットが大変でした。エディットが、そうですよね、はい、でも前からやってますもんね、動画の編集はね。そうですね、でも最近思うのはその動画の編集やるときにやっぱある程度こう予測して作っとかないと、うんうんうん、なんか行き当たりばったりの編集が大変だなっていう思いをした。あ、そうなんです。ちなみに何のソフト使ってすみません個人的な話プレミアが、まあ、編集で
あとあと、まあ、一応色補正もできるので、はい、あのダヴィンチリゾルブっていう、あのなかなかモンスターマシンじゃ動かないじゃないと動かない、あらすごいね、まさにそのスイッチャーを使っている会社です。すごい、なんかね、もう達也さん本格的に、え、あそうだ、あ今配信のゲストさんもスイッチャーを指しておりますね。スイッチャーと同じ感じでね、はい、だからもうこの後使うと思うんですけど、いや、はい、本当動画もアーティスト自身もちゃんと作れるようにならないといけない時代かもしれないですね。もう私も苦労してやってますけれども、ね、まあこのハニーキューというクリエイター集団としてもこういうやっぱり動画、まあこれはライブですけどもね、そういうのを重視してね、これからはやっていこうと思っております。はい、そしてこの間オンラインサロンを始めるって感じでしたが、もう始まった。そうですね、まあ、始め、あ、そうですね、練習が始まったっていうのがあれですね、もともと6月、5月か、5月、6月で始まってたんですけど、はい、11月に、まあ、先ほどこう、お見せするのはこれですね、これ、ね、そうそう、この公演11月22日にあるんですけれども、これのですね、稽古をですね、6月から始めまして、そうですね、これは、オンライン8割の公演にしようかなと。今、プランで美術館とですね、一緒に。ポーランド美術館っていうところでですね。はい。カメラを主に使って、稽古をしてます。なるほど。じゃあ、こう、リアルイベントじゃなくても、オンラインっていうふうにちょっとシフトを。そうですね、はい、ライブでも一応10人ぐらいのお客さん入れるんですけど、まあ、10人かな。なるほど、そちらの練習もじゃあカメラを意識して。そうですね、このカメラを演者が持ってですね、パフォーマンスするっていう、まあ、今日もですね、ちょっとノーミーツっていう有名な劇団の最近、知ってます？ノーミーツ。はいはい、もうね、ズームならではの、はい、ズームならではの演技でやってる、はい、で今日はその第2回公演の最終日であって、ちょっと見てみようかなと思ってですね、結構すごくて、はい、何がすごいかっていうとですね、まあ僕マジじゃないんで何とも言えないんですけど、どうやら、まあ、Vimeo を使ってるんですよね。まあ、YouTube の、なんだろう、兄弟みたいな感じで、同じような、そういう動画プラットフォーム。で、Vimeo にはそういういろんな機能がどうもついているらしく、この Vimeo と、何ですか、ライブ合成みたいなので、すごくなんか面白そうなことをやっていたので、予約しました、はい。お、予約したんです。何時からなんですか？20時からです、ね。あ、20時から。十分間に合いますね。皆さんもぜひ、見た方がいいですよ。ね、ほんと、これは本当話題ですよね。うん。そろそろって思って。そうですね。私たちもじゃあ、今から予約して。はい。でもやっぱり演劇も、本当あれはもうみんな度肝を抜かれたというかね、しかもすごい早かったですもんね、もう。そういう。ロミス早かったし、ね。オーディションも全部、ね、オンラインで。オンラインでやって、全部練習オンラインでやってってことですよね。うん、なので。あのテクノロジーの裏側を僕は知りたいですね。でも今、配信のゲストさんがめちゃくちゃうなずいてるんですけど、あ、きっと。あれ、多分すごいと思うんですよ、結構。ねえ、そうですよね。みんなノウハウを知りたいんだと思いますけど。ノウハウを知りたい。きっと企業秘密なんだ。でもまあ、見たら、ね、わかる部分も絶対ありますからね。ああいうふうに。先駆者になるってことがすごい重要かなってね、やっぱり、まあそうですね、思いますね、まあ、一瞬でみんなに広まるとは思うんですけど、頑張って知られて、やっぱ第一人者っていうこと、アイデアとかね、やっぱそんな素晴らしいなと思います。はい、では戸塚さんはそのオンラインに、オンラインの可能性については他に何かアイディアとかお考えはあるんですか？この間ワークショップやったんですけど、はい、ワークショップで中学生対象に20人ぐらい、中高生か、中学生、高校生対象にですね、一応学校の行事としてですね。あ、そうなんですね。そうですね、学校のオンラインを常に取り入れてるんです。はい。まあ、取り入れてるんですけど、そういう、こうダンスっていう、なんだろう、そういうアクティビティですね、をオンラインでこうやったっていう事例の一つなんですけど、まあ、それに関わらせていただいて。なんか結構やっぱその、率直な感想としては思ったよりライブの良さって出ない、ライブの方がやっぱすごいなっては思うんですけど、
オンラインでも個々の、なんて言うんですかね、個々の体のつながりはないんだけど、なんだろう、お互いのことをよく知れたりとか、まあ、友達感覚になれるっていう感覚ものすごくあって、その反応っていうか、まあ、みんなもそう感じてるだろうし、まあ、みんなの勉強を見てて、すごくそれを僕は感じたんですよ。意外とつながれるって思って、あ、これは古市さんっていう方も、ハウさんのバースデーライブで言ってたんですけど、はい、やっぱ、こうやって、まあ、僕がこうカメラを見て、こう喋ってたら、やっぱりテレビ電話と一緒で、私に喋ってもらっているっていう感覚はやっぱあると思うんですよ。それなんかこう、リアルのライブで100人目の前とか1000人とか1万人を目の前にしてこうやるっていうこととなんか違う、なんか、良さみたいな。私に話しかけてくれるんだっていう、子と子のつながりみたいなのが、デジタルだとできるんだなって。そうですよね。そういう可能性ですかね。でもオンラインのね、まあ、自分のピアノ教室のレッスンはオンラインをね、4月から切り替えてやってましたけど、まあ、それ個人個人のつながりはやっぱりなんか集中力がすごい、生徒さん、私もそんな小さい生徒さんがね、普段のリアルと同じ時間を持つと思ってなかったんですが、かえってすごいそこだけに、画面だけに集中してくれて、でも、まあ、本当に普段落ち着きがないグレーゾーンって言われてるのは、これもすごく集中してくれたので、すごい可能性感じたのと、あとこのオンラインイベント第1弾の時、初めて無観客で私やったんです、5月の時ね。すごい無観客のコンサートって私想像より心が折れそうになりましたねこんなにこんなにいつもお客さんに助けられたのって。何でやったんですか？ズームでやったんですか？これ第1弾、達也さんは第2弾でしょ、出てくれたの。ハニーキューのオンラインイベントの第1弾で、私コンサートがずっと8月からも毎月あるんだけど、絶対無観客になっても やらなくちゃと思ってたんで、それの、まあ、自分でもそれの、なんていうか、練習っていうか、慣れたいと思って、このオンラインイベントでもね、演奏したり、音響研究してるわけなんですけども、まあ、なんとか今、だんだんレベル上がって、有料配信でもいいんじゃないかって見られてくれてますが、その第1回はとにかく心が折れそうだったんで、あまりにお客になって。でも、見てくれてる人は逆に、あ、もうなんか、コンサート会場よりのみんなが清水さんにかぶりつきで見れて、清水さんの部屋に遊びに行って聞いてるみたいですごい身近に感じるっていう感想をいただいて、あ、そうか、私はこんな寂しいけど、みんなは結構楽しいんだなと思って。それでなんか、そう。だから1回目は、ちょっと、精神的にちょっとね、動揺したんですけど、2回目からは、オンラインの向こうの皆さんをすごい信じて演奏できるようになって、すごく、オンラインでもやっぱりそういう心の持ちようっていうかね、まあもちろん皆さんが言ってくれたから励まされてるわけですけど、つながれるんだなって思いましたね。はい。Zoom の画面とかに表示させとかでもいいですか？あっちゃんのセカンドちゃんとかね。Zoom はね、音楽系はダメなんです。ちょっとやっぱ Zoom はね、音が良くない。やっぱそういう双方向はダメなんで、やっぱ YouTube ライブみたいに、しないと、やっぱり音楽という意味ではね、思うような、そこはびっくりやったす。いや、結局なんかモニター越しにみんなが表示されてたら一緒になるじゃないですか。ねえ、そうなんですよ。そう。今あれですよ、確かJリーグかなんかで、はい、みんななんかテレビかこう見ててリモコンってるんですよ、テレビ越しに。で、なんかボタンを押すとガレーとかイケーとか、はいはい、おーみたいなことをやってて、リアルのこの、まあだから清水さんのこう会議場ではスピーカーのこう設置されてて、イエーイそういうのをリモートでやるっていうやってるらしいです、ね、そう見る側はこの間のサザンのコンサートもみんな見ながら、さらに、まあ、そういうズーム系のね、そういうビデオツアーを使ってファン同士がすごく盛り上がって、はい、お互いのお家の中でみんなが盛り上がってる様子を見せ合って、さらに盛り上がるみたいなね。そう。でも、だけど、演じる側は結構ね、やっぱ心の持ちようが結構慣れるまできついな。だってサザンの桑田さんでさえ最後寂しいなって言ってたんでしょ。お客さんいないと寂しいって言ってたんでしょ、桑田さんも。サザンの桑田さんでさえ。だからやっぱ心をみんな強く持たないと。でも、本当オンラインの向こうの皆さんにね、すごい励まされつつ、頑張って
映像とかね、そういうのに慣れていくというか、今日はちょっと特にお客様と交流するってことも目的なんで、あ、よかったら、Facebook ライブもすごい皆さん見てくださってるんで、よかったらコメントとかいただけたらね、読み上げていきたいと思いますんで、今日は、そう、やっとね、だんだんそういう余裕が出てきた。だんだん音響画質は OK ってみんな出たんで、ちょっと今日から、今回からお客様、視聴者の皆様との交流を重視していきたいと思ってますんで、ぜひ、YouTube ライブも、Facebook もね、見ていただけたらと思います。で、これからちょっと見てくださってる方に流れを説明したいんですが、この後は、この、達也さんと私たちフーリッシュフィッシュ、私と純、林純の、ユニットなんですけども、が、遠隔コラボをね、遠隔でこう、リアルタイムね、はい、コラボをさせていただきます。もう、何の曲かと申しますと、Red 2という、もう達也さんのために、作った曲でございますからね、宮島さんのねダンス公演の5歳の木でレッドはまあレッド1、1というかレッドそのものは宮島さんが踊り、レッド2を達也さんをすごい素敵に踊ってくださって、あ、なるほどね、そういうことだったの、え、知らなかったのなんかあれなんで2なんだろうって今ずっと思ってたんですけど、え、知らなかったのみんな、なんかあんまりガーンと宮島さん全然コンセプト言ってなかったのね。宮島さんが5歳を全部踊ったじゃないですか。それを、その一部のモチーフを使ってアレンジして2を作り、そのアレンジはそのダンサーさんと話し合いながら私たちがダンサーさんの意向に応えつつ、でもその宮島さんのレッドを残しつつ、新たに曲を作るっていう。もう全然伝わってなかったってことで2年越しで分かりましたね。ちょっと今悲しいものが。そうだったんですよ。いいんですもん。そこまでそういう、いや確かにそういうことは聞いていたんですけど、なんだろうな。すげえさらって言われたんで。そうなんですか。こっち作る側はもうすごい必死です。必死ですよ。もう、まあまあ、真面目アジアさんとの。やりたいことやっちゃった。あ、いいんですね。それはいいんです。あ、そのゲストダンサーさんはやりたいことやってください。あの、音楽とか使ってやっちゃいました。そうですよ。なんかね、やっぱり。いや、すごく達也さんらしい、やっぱいろんな要素が詰まった、ね、作品でした。またそれとは違ってね、この間の第2弾、途中からズームで落ちてしまって、今回 リベンジという形ですが、達也さんはまた、屋外でね、すごく広がりがあるところで、はい、踊ってくださるんで、ね。家じゃ踊れないんで、なかなか。でもそれがまた楽しい。こっちは室内でね、こう暗い中やってるんですけど、この対照的な感じ。で、またちょっと今回新たな試みなんですけど、まあ、このズームのままだと、まあ、2つ同じ分割でこのまま演奏もやっていくんですけども、Facebook ライブの皆様はそういう形で見ていただきます。で、YouTube ライブ見ていただくと、ちょっとね、今回配信の技術さんの極風で、センスでちょっと大きさが変わってきます。スイッチングの、はい、スイッチングというか、これズームの大きさをこう変えていくというちょっとねアレンジを加えていきますのでね。あ、これ実はカオルコさんのご意向にアドバイスがあってちょっと今回試すんですけど、ね、そんなわけで2種類のねちょっとね、パフォーマンスを皆さん。ダンスはちっちゃくなって動きが、ね、見えなくなって。やっぱ言われてるんです。はい。そう、ちょっとパソコンで見てる方は全然良かったんですけど、スマホで見るとちっちゃいので、ぜひスマホの方は YouTube ライブの方にぜひ行っていただけたらと思います。どなたか Facebook とか YouTube、Facebook ライブの方に YouTube のね、URL を誰か書いてくれるだろうか。私はもう余裕がないんですいません。はい。ちょっと、達也さん、もうなんか話は、話し尽くしましたか？大丈夫ですか？話ですか、はい、話はいっぱいありますけど。あ、まあ、あ、そう。はい。いい。元気にやってます。元気なの？これ本当に、今でこそ当然にこんなズームやってるけど、本当コロナの時、心病んだ時にズームに救われましたよね。なんかね、人に会えない時、こうやって、元気だよって、みんなでこう。元気にやってます。ね、顔合わせる。やっぱ本当に。そのコロナの時はやっぱ Facebook って、まあ、時間もあったんで、2週間に1回ぐらい、オンライン配信っていうか、ライブ配信をして、キュッタツが元気ですっていう、コーナーをやってたんですけど、最近ちょっとバタバタしてです、はい。やってないんですか？してないんですけど。はい、この回をいただきまして、はい、
なるほど、なるほど。はい。これからもね、ちょっと、こういったやっぱり、ライブ配信とかね、ビデオの会議、ビデオ会議っていうのをね、活用して、これからもアートのオンラインの可能性をね、探っていきたいと思います。では、ご準備というか、ちょっと、じゃあ、待ち受け、2分ぐらい待ち受けにして、この後、達也さんとのね、レッドツー、達也さんのためにフーリッシュフィッシュが作った曲でコラボさせていただきたいと思いますんで、じゃあ達也さんはちょっと下司さんとズームでやり取りしながらちょっとスタートのタイミングを測ってください。じゃあ見てくださってる皆様はちょっとですね、フェイスブックはライブはどうしたの、待ち受けないね。クライブは待ち受けないってこのまま行きますか。そのままですってことはでも私の知らせが流れちゃいますね、まあ、いい、あ、私がこのビデオいいですか、なしの人を映さないんですけど、いいじゃん、声いっちゃいますよ、ん、私と達也さんやり取りしたら声乗るよ。じゃあフェイスブックライブの人は裏を、この私たちの裏、はい、舞台裏を見てるという気持ちで見ていただけたと思います。はい、はい、ちょっとビデオ以外の参加者を非表示にはしとくね。2つになるようにしてください。じゃあちょっと切り替えます。はい、じゃあこれでやってみます。
ありがとうございました。呼吸2に今並行しちゃって大丈夫ですか？マイク、はい、聞こえますか？私の声聞こえますかね？聞こえます？はい、ありがとうございました。いやー、ちょっと今見ながら演奏していましたが、やっぱりかっこいいですね、達也さん。よいしょ、ちょっと待ってくださいね。ありがとうございました。いかがでしたか、達也さん、今しゃべれるわね。よいしょ。どうですかね、皆様。画面が出てない。カメラ切り替えて。カメラを切り替えて。今ね、達也さんしか映ってない。あ、来た。来ました。はい。はい、ありがとうございました。あ、これ私聞こえなくなっちゃったんですけど、あ、切り替えてあげて、マイクを、ん、マイクを LINE から、マイクを LINE から Q2 に切り替えてください。 Q2 か PC に切り替えてください。どっちでもいいです。聞こえなかったってね。あれ、天君は音が聞こえてない感じでして、フェイスブックライブの音出なかったですか？あらら、出なかったの？違う違う、今聞こえなくなった。あ、今聞こえなくなった、ね、はいはい、今だってマイクオフしたから。今私の声が出るの？聞こえてるの？聞こえてない、聞こえてない、ね、ごめんなさい、私入っていいですか、音声。はい、LINE にした方がいい、マイク LINE にした方がいいですか？ちょっと私入っていいですか？はい、あ、はいはい、すいません、達也さん、私の声聞こえますか？聞こえます。LINE で出てた音楽は聞こえてましたか？聞こえませんでした。何も聞こえなかった。音楽が、え、音楽がダメじゃん。いつ始まったんだろうと思って、あれでもなんか、とのみさん結構ちゃんと弾いてるよなって思い始めて、ちょっと思ってみました。あらら、やっぱりこういう事故が起きてしまうんですね。あらら、やっぱりこういう事故が起きてしまうんですね。どうしましょう、これはリベンジした方がいいですか？え、もう一回やります？もう一回やりましょうか。じゃあ LINE の音が鳴ってなかったと。トミさんの声は聞こえないですもんね、私。今聞こえないの？うっそ、ちょっとお待ちくださいね。ブオンダンスをちょっと頑張ってみました。ごめんなさいね、本当に。ちょっとやっぱり戻しましょう。なんかおかしいなと思いつつ。私のとこから YouTube には音声ははけてます。で、Zoom に、ともみさんの音が乗ってなかったってこと？はい。あ、わかった。聞こえた？切り替えが LINE になってなかったんじゃないかな。いや、LINE にしとったよ。LINE 入ってる？入ってるよね。うん。すみません、リハーサルしたのに、これでも未だに私の声がズームに入ってないです。すいません、失礼します。入ります。2回目で行けばいいかな。ごめんなさい。入りますかね。これでもだ。音入ってますか？ちょっと何か楽器鳴らしてもらっていいですか？楽器の音聞こえてますか？トテさん、聞こえてないですね。聞こえてないね、うん、さっき鳴ってたのに同じ設定ね。これは私のパソコンに戻した方がいいじゃん。ちょっと一回 PC に戻してもらって、ね、マイク、マイク、インテル、インテル、タチさん、あ、声が入りますね。タチさん聞こえてますか？さっき、ギターの音一回鳴らしてもらったのって聞こえましたか？あ、聞いてないですね。聞こえてないですか？やっぱりアンプからのこれ今聞こえますか？
今の聞こえましたね。ああ、聞こえます、ね。これでもさっきこれだと小さかったってことですよね。それで LINE 入力に変えたんですけど。あ、すいません、こちらのでも手違いだからもう一回やりましょう。すいません、じゃあこのままいきます。ちょっとじゃあ音小さいかもだけど、やっぱり安全策でアンプから出した音でいきますね。ちょっとカメラだけ切り替えさせてください。あれカメラ今これ入ってない。カメラ変えますか。ちょっと待って、あ、カメラが、ね、入ってないんで。すいません、 Facebook ライブの皆様のご指摘で。ありがとうございます。もう一回、あ、今も小さく、今は大きく。天君ありがとう、本当に。天君助かります。天君ありがとう。じゃあちょっと聞こえないよりは小さく聞かれた方がマシだと思うんで、さっきのリハーサルの初めのセッティングやりたいと思います。本当にライブ配信は難しいもんですよ。YouTube ライブには聞こえたんですもんね。ねえ、なんで？そうか、OBS は大丈夫だった。OBS は大丈夫ってことですか。そうか、Zoom はダメってこと、ね。Zoom はダメってことです、ね。いやでもこれやっといて、やっといてよかったです。この気がつ、タチャさん聞こえてないこと。ちょっと音ください。YouTube は正常でしたって来てます ね。ありがとうございます。じゃあ Zoom の方に載ってなくて肝心の達也さんに聞こえてなかったそうなので、ちょっと時間がまたね、常にいつも押しますがリベンジしたいと思います。じゃあこれで聞こえなかったら、ま、聞こえるよね。よし、行きましょう。行きます。じゃあもう一回行きます。
ありがとうございました。カメラそっち、うん、切り替えて。どうかしら、聞こえましたか、達也さん。聞こえた、今は。あ、今は良かったです。やっぱりリハーサル通りにはいかないというか、機械というものは難しいというか、すいません、言い訳で本当にねえ、リハでは良かったです。あ、ちょっとパチパチパチって、あ、拍手が来てます、良かったです。あ、 Facebook、 こういうこともあるんですね。 YouTube では出たけど、 Zoom では出てない。本当に、達也さんには毎回ご迷惑をおかけしてますが、しかし今回はリベンジできてよかったです。もうありがとうございました。ありがとうございました。これでまたぜひご一緒していただけたら嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、私もそうだ、アートにエールの個人型で企画通してるんでね、この間達也さんの映像もね入れてもいいっておっしゃってくださったんで、今日の成功した方ですね、はい、あ、成功してない方もよかったら入れちゃうかもだけど2回あるんでなんかうまくつなぎ合わせてですね、紹介させていただけたらと思います。今日は本当思ったより伸びちゃって長丁場になっちゃったんですが、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、はい、じゃあちょっと達也さんのコーナーはこれでおしまいなんだ。ぜひ皆様こちらのねオンラインサロン、そしてオンラインイベントご注目ください。 Facebook とかに URL、貼ってくださっているのでね、ハニーキューメンバーが、はい、ありがとうございます。では、はい、でこの後ですね、ものすごい押してますけれども、お客様の皆さんとね一緒にですね、サンバ打楽器のね、奏者であるで永竹さんをお迎えしてノリノリのねサンバやノリノリの盆踊りをお送りしたいと思いますので、またよかったら達也さんも一緒に、画面越しに踊ってください。はい、 Facebook で見たらいいんですよね。 YouTube です。そう、 Facebook でご覧の皆様、そう、これ次は YouTube ライブでしか流しませんので、サルジさん URL 貼ってくれたかな、 YouTube ライブに移行していただけたらと思います。ではありがとうございました。
はい、来ました。はい。じゃあ皆様、ですね、先ほどちょっとした、ちょっとでかなりなアクシデントで、2回ね、まあ、皆さん、達也さんの踊りを2回も見れたっていうのね。ごめんなさい、ちょっと止めていいですか。はい。すいません。機材トラブルです。申し訳ありません。はい、機材トラブルでございます。はい。一旦配信止めますね、こっちに。そのままお待ちくださいって。はい。行ったかな。はい、すいません、お待たせしました。毎度このハニーキーオンラインイベント何かってね、押しまくってるんですが、ちょっとこの後ワークショップがあってね、お子さんとかもいらっしゃるからお待たせしちゃうのが何なので、ちょっと私たちのですねライブは後半に少し回したいと思います。でビューティフルデーと、うーん、どうしようか、浜織サンバやりましょうか。ビューティフルデーと浜織サンバをやって、赤トンボンドは、ここでもライブする予定だったんですが、ズームの方でですね、一緒に、演奏しながらレクチャーしたいと思います。では、ではビューティフルデーからいきますけれども、先ほどもちょっとちらりと言いましたがね、サンバ打楽器奏者の永竹哲也さんが入ってくださってます。イエーイ。もう本当にやっぱりね、全然違いです、違いますよ、打楽器の生演奏入るとですね。そしてですね、まあ、私たちフーリッシュフィッシュのオリジナルソング、ビューティフルデーは東日本大震災の翌年に気仙沼で行われた、まあ、鎮魂のイベントですね。そこで、初めて演奏しました。気仙沼の皆様からオリジナルのその音楽祭のための震災復興ソング作ってほしい、でもしんみりしないでね、元気が出る、みんなで歌って踊れるような曲がいいっていうリクエストでした。なのでですね、今日、まあ、皆様とね画面越しにつながりたいっていうねコンセプトなんで、こう気仙沼で発表した時に、まあそこのお寺の境内だったんですが、境内のお堂の中だったんですが、もうこうやって一緒に手を振っていただいて、こっちが感動しちゃったんですよ。だからさっきも言いましたが、私はこう皆さんをオンライン越しにですね頼りにしてですね、一緒に手を最後振っていただけると嬉しいです。じゃちょっとそこだけやってみましょうか。じゃあララララ ララしかないので、覚えやすいメロディーなんで、一緒に歌いながらちょっとね手を振っていただけたら嬉しいです。では気仙沼のために作った震災復興ソング聴いてください。ビューティフルデイ。
ございます。皆様一緒に手を振ってくれたと信じています。はい、そして、次はですね、浜織サンバというですね、もう茅ヶ崎の浜織祭というですね、勇壮な祭り、まあ、今年はコロナでね、亡くなってしまったんですけれども、どっこいどっこいというね、掛け声が、まあ、早春みこしの特徴でございまして、もう本当にたくさんのおみこしが海にですね、突入していくという勇壮な、もうたくさんのお客さんがね、見に来るお祭りです。それをテーマにですね、サンバを作れというですね、指令が下ったわけなんですね。その時の県会議員さんからね。でそれのに、まあ、フーリッシュフィッシュが頑張ってサンバを初めて作り、そしてもうサンバの大御所である長竹さんがサンバにアレンジしてくれたというですね、そんな素晴らしい楽曲でございますので、ちょっとお待ちください。でこれいつもね、あの湘南祭とかいろんなところでやってるんですが、大岡祭の、パレードとかですね、そういう時にですね、こうどっこいどっこいでみんなで一緒に、ね、拳を振り上げていただいたり、観客参加型なんでぜひね、参加していただけたら嬉しいです。歌詞がですね、サビのところからやる、サビは潮風に会いたいっていう歌詞なんですが、私が会いたいって言ったらそれをメロディーを真似してコール&レスポンスやっていただきたいんですね。ちょっとやってみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。潮風に会いたい、会いたい。潮風に会いたい、会いたい。この長竹さんが素晴らしい見本でやってくださってますが、よいしょ、こんな感じで会いたいをぜひ皆さんでね、14回だったかな、出てくるんでぜひ一緒にやってください。それからですね、時のどっこいやってみますよ。じゃあどこに行きましょうかね。じゃあ一緒に手を振り上げながら、もうどっ手はどっちでもいいですからね。ワン、ツー、スリー、フォー。だかい、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 で、キメがありますね。チャッ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 チャ。このチャッチャッチャッチャをですね、私がキメって今で言ったら、チャッ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 チャ、お願いします。そしてですね、あとは初めと最後が、これはみんなでもすぐ覚えられるんでね、やっていただきたいんですが、そう、手拍子とかで楽器でもいいんですが、ちょっとね、2238、2234ですね、2238、2234、これが手を叩く数ですので、ぜひちょっとやってみていただけたらと思います。じゃ あ、 あの冒頭のとことエンディングです。じゃあいきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。ありがとうございます。こういう風に、まあ、最後の詩だけ詩だけ刺繍すればね、これはみ出るとちょっと、目立っちゃう感じですけども、あの全然大丈夫ですので、気にせず元気に叩いていただけたらと思います。こんなもんでしたか、練習はね。じゃあこれで浜織サンバね、皆さんと一緒に、あとですね、感想のところはもう自由にあのノリノリで踊っていただけたらと思いますので、私またね、適当踊りをしますんで、皆様一緒に、ね、本当この夏はイベントもね、何もね、花火大会もね中止になっちゃいましたが、せめてで、ね、ここでサンバで盛り上がりたいと思います。では皆様一緒に踊りましょう。浜織サンバ、ワン、ツー、スリー、フォー。
ました。ありがとうございました。ではですね、この後Zoom の方にまた移行してですね、皆さんと一緒に赤とんぼ音頭を踊り、その後アンサンブル演奏、コロナに負けるなに挑戦したいと思います。ではしばらくお待ちください。Oh.
久々の再会ではありませんか。ね、再会ね。よいしょ。ちょっとすみません。私は、ね、今、Facebook の方にライブを流してるんで、皆様、自己紹介し合ったりでお話を聞いててください。すみません。投げてみます。はじめにじゃあですね、赤とんぼ音頭をね、やりたいと思うんですけれども、あれ？なんか、この間リハにして来てくれていた生徒さんが来ていないじゃない。あらら、どうしたんだ。ちょっとお待ちください。ちょっと時間がだいぶ押しちゃったかとかじゃないですか。私もちょっと不安になった。ごめんなさい、本当に。ちょっと前にアクシデントがあって。そうなんですよ。あ、そうか、YouTube は見ていらっしゃらなかったですね。じゃあ30分まではやるって、あ、いや、3、40分やるって言ったらまだ帰れないのに、ね。よいしょ。じゃあちょっと、20分。待ちましょう。はい、もう流れてるね、言ってるね。はい、で今 Facebook ライブの方に流れるようにして、ちょっとお待ちください。これつけてもらっていい？ありがとうございます。でここの皆さんはもう赤とんぼ温度がご存知の方が多いかしら。あれ、宮崎さんも踊ったことありましたもんね。ありましたもんね。赤とんぼ温度、はい、あの茅ヶ崎でね、山田耕作、あ、さすが直撃していらっしゃる。赤とんぼの羽の形で振り付けは炭鉱節と同じとなっています。で、今まで、茅ヶ崎のお祭りとかにね、出演していたんですが、今年コロナで全て、大火祭のパレードとかね、湘南祭も全部中止になってしまったので、ちょっとせめてオンラインでですね、
発表の場を作りたいと思って、もうみんな今年もね、もう踊り大会とかで踊りたかったのにっていうですね、お声を多くいただいたんで、で、まあ、ちょっと工夫してみたいなというのがですね、背景を盆踊り大会の気分だけでも出すためにですね、よいしょよいしょ、その赤トンボンドのね、撮影を茅ヶ崎でプロモーションビデオを作ったんですよね。その時のワンシーンなんですけど、シネマ八王子神社っていうところで赤トンボンドを流していただいて、みんなで踊って同人数だったんですが、撮影したという時の写真です。これをちょっとバックに、ね、しながら、気分だけでも出そうかなと思っておりますね。今日、長竹哲也さんっていうですね、皆さん、あれ、宮崎さんの長竹さんご一緒したことあった？ありましたっけ？ない？チャボさんだけでしたっけ、今まで。チャボさん。チャボさんと長竹さんと割とこうお二人に、代わり番組というのが空いてる時にですね、いつも浜織さんもとか、浜辺の歌さんもご一緒してもらってるんですけれども、今日は会場に長竹さん、そしてズームでチャボさんというすごい豪華な夫人に取れば、それですね、ちょっと赤トンボ温度にやってみたいと思うんですが、あ、でもチャボさん踊ってもらっても平気なんですけどね。炭鉱節を、炭鉱節はチャボさん踊れますよね。踊れますよね。チャボさんぜひ踊っていただいて、この後ワークショップの時に太鼓をバリバリ叩いていただきたいんですが、あら、ちょっと待ってください。ちょっと小学生の方、ちょっとね。あ、そんなこと言ってない。ちょっと今やっぱ参加できないって方がいるんで、チャボさんはさっきので参加できましたもんね。ちょっとチャボさんのコピーして。これ何時もやっちゃってね。そうなのかな。うん、違う写真出たらいいのかな。違うって書いてあるもちろん。うん、これこれ。やってもらっていいですか、うん、はい、じゃあ赤トンボンドね、でこれね、さっき何がアクシデントだったって言って、遠隔の時にね、相手にね、ズームでね、音が行ってなかったという恐ろしい事態だって、ちょっと今赤トンボンド試しに流してみますんで、さっきそれでね、1曲分やっちゃったら聞こえてなかったって恐ろしいアクシデントだったんで、ちょっと途中までなくて、OK だったらまぶってやっていただけますか。手が消えちゃうので、ちょっと流してみてくださいね。じゃあ今度は事故なく聞こえそうですのでね。じゃあもう一人多分参加できそうだから、ちょっと待ってみるか。はい、では赤トンボ音頭を、まあ、やった後にはですね、こちらちょっと先に説明しちゃいますけども、コロナに負けるなっていうですね、アンサンブル演奏、あ、これ背景をしてると見えないっていう問題があった、ちょっと戻します。ちょっと見えますよ。あ、そう、なんかちょっと普通に戻します。すみません。はい。みんなでオンラインアンサンブル、コロナに負けるなというですね、こういう曲をみんなでやってみます。皆様ご存知のように、ズームは音がずれちゃう。かなりね、音がずれちゃうんで、一緒に、演奏するっていうことは、普通の曲だと難しいんですけど、これはもうずれても楽しむ。ずれをあえて楽しむという、感じの曲で、どちらかというとちょっと即興的なね感じですね。よいしょ、こういうふうにもうコロナの間に新しく皆さんに浸透した言葉、ソーシャルディスタンスとかね、であとコロナに負けるなっていうのもね、皆さんよくタグ付けでね SNS で書いてあったりしちゃったりします。この直感的にですね、これだったらソーシャルディスタンスみたいにこうリズムを分かるようにこう図で、これはコロナに負けるな、やっぱりリズムはね、音程がない楽器だったらですね、コロナに負けるな、コロナに負けるな、
やって、あと私たちがやってるイベントは可能性、オンラインの可能性を探るので、可能性、可能性、可能性、こういうリズムをすぐ分かるようにしておいて、紙芝居のようにこうパッパッと変えていきますので、それを皆さん演奏していくというもので、も誰でも簡単にできます、はい、というわけで今日は小学生のね女の子にもこの間リハーサル出てくれたのでリーダーをやってもらおうと思って、まあ、私がちょっと一回試しにやりますが、その後ねお子さんでも子供から大人まで楽しめると、私は歌ってしまっただけに、 ありがとうよかったもん、ごめんね、ほんとちょっとあのテストと URL が違ったのが分かりにくかったわね。聞こえますか、聞こえる、辻の毛は聞こえる、ありがとう、はい、すごい、もう ちゃんと可愛くしてくれてんな。じゃあ私もちょっと待って、張り切って、その和風に着替えるぞ、ちょっと待ってください。ありがとうね。あれじゃ、なんか横の方が良くない、辻の毛。どうぞ。縦の方がいい。いいか。横にならないだろうか。よしよし。ねえ、辻の毛、横の方がみんな二人とも映るな。画面。縦だと。はい、じゃあ今日はですね、生。太鼓、サンバ打楽器を祭り太鼓風にやるという技をですね、長竹さんがやってくれて、より本当の、あ、聞こえない、聞こえない、あ、もう一回やり直すね、辻野さんと、祭り太鼓風に叩いてくださるということですので、ぜひぜひお楽しみにしていてください。よいしょ、じゃ私またちょっと仮装入ってみましょう。あ、横になった、横になった、はい、OK です。で、私はちょっと待って、仮装入ってくる、はい、じゃあ、初めての方はいない、はい、はい、YouTube の方で、Zoom に入れないって書いてあったコメントがあったんですけど、皆さん入れてるんですか、ね、来られる予定だった方、なんて方ですか、HM さん、あ、それがこちらです、入りました、あ、よかった、はい、大丈夫ですね。P6 の申し込みいただいた方が来てない気がするな、あら他にはいなかった、入れないです、いなかった、YouTube の方は入ってないですね、Facebook の方は書いてるか、これ今ないです、ありがとう、これ今 YouTube 流れてる感じですか、あ、いやいや、 Facebook 流れてますか、ちょっと待ってください、ごめんなさいね、流れてる、 Facebook に流れてるって Zoom の画面出てるので流れてるはず、流れてます、流れてるって流れてるのかこれ、慣れないことをね、私本当にねやっておりますよ、はあ、流れてますね、流れてます、はい、はい、じゃあちょっと皆さんと、よかった、もう原田ちゃんいなかったらリーダーしてくれる人もいないし、どうしようかと思っちゃって、あ、すごい、もうバッチリ和風な、かわいい、初めて見た、こんな、こんな浴衣を着てるところは、なんかすごい、なんか、大人っぽくなっちゃって、まあまあ、さすが学校年生、まあまあまあ、すごい華やかです、ありがとう、私もじゃあランチアップで羽織ってみましたのでね、赤トンボンド、さっきライブでちょっと時間もなくなっちゃったし、生歌でね、はあはあ、ありがとう、皆さん、じゃあ赤トンボンド踊ってみたいと思います、よいしょ、まあ一応復習すると、炭鉱節と一緒なのでですね、手は手だけ時にして、ほってほってまたほって、かついでかついで、あと下がり、押して押して開いて、ちゃんがちゃん、ありがとうございます、この繰り返しでございます、ちょっと待ってね、
もう一人参加します。これでですね、どこまで話したんですか。最後、茅ヶ崎良いとこ皆おいでっていうんですけどもね、茅ヶ崎のまあ土地の魅力を伝えるプロモーションビデオで撮ったのがそうなんだけど、まあ、ちょっと裏切り者で違う地方に呼ばれるとそこにの町の名前に変えてるわけですよ。だから今日茅ヶ崎良いとこじゃなくてですね、オンライン良いとこでいきましょうじゃあ。あ、切れちゃって。は、マイクが。あれ？マイク？あれ？は。オンライン良いとこ、私が忘れたらごめんなさい。最後、オンライン良いとこ、皆おいで。ちょっと無理やりですがね、これで皆さん歌っていただきたいと思います。これで、あ、これで長竹さんと、あっちゃ、移ります。で、ちょっとね、これに関してはちょっと、音がまずいと大変なことなので、ちょっとみんなをミュートしていいですか、すみません。これは手拍子を打つと多分、混じっちゃうもんね。皆さんの背景にして俺が消えるの、うん、ははじゃあですねこれでいきたいと思います。じゃあ赤トンボ音頭やり踊りたい、皆さんと楽しく踊りたいと思います。どうぞ。
ございました。皆様素晴らしい踊りを披露してくださりありがとうございました。ではこのね赤トンボ温度でしょ、全国海外に広めるために頑張っていろんなお祭りに出ておりますけれども、今ですね実は浜辺の歌サンバっていうのもね売りにしてまして、まあ、それをシンクロナイズドスイミングバージョンにしてくださってるのがね宮崎先生です。今日はありがとうございます。お忙しい中宮崎先生ありがとうございます。固まっちゃってる、もしかして固まってる。そしてですね宮崎さんが固まっちゃったのと、チャボさんもしかしてマイク入ってなくな、入った入った入った、ね、あ大丈夫、はい、で辻野さんもしかしてマイク入ってなく音が出ないじゃないか。ちょっと春菜ちゃん喋ってみてくれる。春菜ちゃんのところがね、マイクの印が入ってないから、もう一回入り直してみたらどうかな。ちょっとごめん、もう一回入り直してみて。春菜ちゃんとこの音声が来てなさそうです。春菜ちゃん、音出ないよね。うん。もう一回入り直してみたら。接続中になった。これで大丈夫かな。いや、皆様ね、楽器をご用意いただいたり、あるいは踊りでご参加いただけたらと思いますが、準備は大丈夫でしょうか。よいしょ。私が今から説明をするので一緒にやってみます。一緒に。では。あ、これダメだ。映るように。色移るかな。ではオンライン、みんなでオンラインアンサンブル、コロナに負けるな、やってみたいと思います。見えるかしら、皆さん。もう一回説明をね、Facebook ライブや YouTube ライブ、あ、ちょっと待ってください。そうか。そうか。あ、まさやさんが間に合ったらしい。来た来た来た。おー、間に合った。よかった。では、もう、まさやさんは知ってるから説明、もう一回させていただきますね。まあ、コロナでやっぱりね、私自身が一番辛かったのは、合奏ができないという、セッションができないということでした。で、まあ、それはやっぱりどうしても音がずれちゃうからで、自分のピアノ教室もね、オンラインレッスンにしましたけど、で、オンライン発表会もやりましたけども、みんなでやるね、連弾とかね、歌と伴奏とか、そういうのは、諦めざるを得なかったんです。で、まあ、今みたいにねダンスはできたんで、あの生徒さんたちがいつも私たちがやってるね浜辺の歌サンバだったらね踊れるってことでね、ダンスはオンラインでもやったわけですけれどもね、なのであえて音のズレを楽しめるようなね、ちょっと即興的なね、作品をね皆さんと楽しくやりたいと思います。でしょ、さっきも説明したけど、もう一回でした、はい、どんな参加方法でも OK ですが、さっき言ったソーシャルディスタンスとかね、リズムを刻む、これは打楽器でも手拍子でも何が、カンカラを叩いても何でも構いません。あるいは音程が出る楽器でも構いません。もう音は自由ですね。こう例えばソーシャルディスタンスだったら、ソーシャルディスタンスとかね、こういうふうに何でも OK です。ソーシャルディスタンス、そう、そう、ありがとうございます。ソーシャルディスタンス、楽器を持ってない人とかね、音を出したくない人、踊っても OK です。ソーシャルディスタンスはここに、あ、
すごいな。ソーシャルディスタンスはこれだ。ね、こういう、まあ、イラストで書いてありますから、みんな2メートルを間隔を保てるように、こう手を横に広げるというポーズを取ってみてください。そして、2番目がですね、うちの私たちのイベントでやっているオンラインの可能性を探るというテーマなので、可能性。可能性。可能性とかね。何でもいい。で、声でもいいですね、別に。で、これは、こういう無限大のマークなんで、こう踊りとしては、可能性。可能性。って感じ。で、あとは、無限だから、ここは自由に、もうめっちゃバリバリ踊りたいって方は、バリバリ踊って、自由に踊っていただいても OK でーす。次、3番。コロナに負けるな。これね、今 SNS でみんなね、書いてるけど、これをタイトルにしてみました。負けるなって感じ。拳を突き上げ。コロナに負けるな。コロナに負けるな。お、春菜ちゃんもありがとう。そう、この間玄関先に置いてきたんでね、春菜ちゃんに後でリーダーをやってもらいますね。コロナに負けるな。で、これは、この、コロナに負けるな。コロナに負けるな。みたいな感じでね、やってみたいと思います。よし。ほんで、リーダー。一応私が1回目リーダーしますが、そのスタートするとき、あるいはテンポ、強弱の変化を示します。なので、まあ、初めは一応リーダーは指揮者だと思って、ちょっとテンポとか大きさとかも、なんかこう、ちょっと、初めは真似していただけると嬉しい。しまった、足打楽器1個か、今その太鼓かっていいですか。すいません。下の箱ごと、はい、ちょっとそのね、テンポとかをじゃあちょっと真似する系をやってみて、でちょっとコロナに負けるなりやろうか、ちょっと練習です。これやりに一応初めは私にじゃあ合わせてやってみるというので、あ、ひこっちゃんの声、ひこっちゃんの声見えないね。どうしたら見えるのか。これ角度が難しい。よいしょ。ちょっとやってみますね。じゃあ行きまーす。
これはね、休みって言っちゃってた子がいるんですね。これは休みでは、これは長田さんもさっき言ってましたけど、休みではなく、何も音を出さないという意味でございます。何も音を出さずに、静かに、踊りもちょっとやめる意味でございますね。で、この4種類を出すんだけど、たまに2つ出すときもあるかもしれない。そういうときは、好きな方を自分で選んで、まあ、さっきも言ったように、好きな方を選んで好きなだけ休みたか、あの人の聞きたくなったら聞いても OK。 そんな感じで、するので、とりあえず皆さんちょっとね、どんな楽器をお持ちくださったかっていうことと、自己紹介、あとマイクテストも兼ねて、ちょっとどんな音が出る楽器をお持ちか聞かせてもらいたいと思います。じゃあ田口さんから自己紹介&持ってる楽器を鳴らし、説明して鳴らしてみる、お願いします。はい、皆さん聞こえてますでしょうか。はい、はい、よかったですね。奈良から参加させていただきます田口です。そうですね、ちょっと今回、フィリピンの、打楽器をいくつか持ってきてみました。この長いやつが、バリンビンっていうやつなんですけど、こんな音がします。で、あとは、コーヒーですね、クビンっていうやつなんですけど、っていうようなのと、あとはあのこういう、長い竹の筒ですね、トガトンというやつですけども、こういうのがします。いい音。ということでよろしくお願いします。はい、作曲家さんで、私もね、田口さんの曲何回か演奏させていただいて、今度、第6回の時にね、またオンラインのための新曲をこのイベントで、あれ書いてくださるですね。予定です。なんでそんな急に自信なくなるんですか。あれ、ちょっと締め切りを、ま、守らない印象がある方でしてね。ちょっとね。大丈夫ですか。はい、お願いします。じゃあ、じゃあ佐藤さん、自己紹介と思っている楽器、今日は何でしょうか。今日もこの間のあのズームタイムと同じリコーダー、キルでしたリコーダーです。ありがとうございます。自己紹介は、普段はメインとしたらピアノを練習したり弾いたりしております。東京と、一応東京都からの参加です。佐藤博樹です。いや、素敵な音色ですね。今日はなんか癒されるの、今日は。佐藤さんね、本当いつもご参加いただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ、チャボさんお願いします。はい、ちょっとちっちゃいかも。はい、近づいて。ありがとうございます。本当いつもご一緒していただいてね、嬉しいです。ズームでも今回初めて使ってね、よくぞよくぞ、ありがとうございます。全然わかんないってフェイスブックにめっちゃ書いてた。はい、そうそう、娘さんがあっという間に何も見ずに読まずに入れられたのに、お父さんは何もわからないままと、まあ、よ、ありがちありがちですね。はい。じゃあ、次は、じゃあアルナちゃんお願いしていいですか。あ、やっぱアルナちゃんまたマイクないの。あら、マイクが消えちゃった。これは春菜ちゃん、もう一回なんか接続し直した方がいいかも。聞こえないや、聞こえない、聞こえない。
そう、マイクのね、マークが出てないから、もう一回入り直してみて。あ、そう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 。じゃあ、じゃあ、まさやさん。はい、聞こえますか？はい、聞こえます。今、元茅ヶ崎大臣で今、大勢町に行ってます。今日の楽器は、はい。おう。あ、聞こえた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 、よかったよかった、すごい、ありがとうございます。いっぱい、じゃあマサヤさんも近いてくださるということで楽しい。あ、ちょっと 音出してみてください。はいはい、宮崎さんがちょっとはい、マサヤさん、ちょっとでもちっちゃいかもね。マサヤさん、もうちょっと近寄ってもいいかもです。はい、なんか画面ね、宮崎さんどうしてんの。宮崎さん、いい音聞こえるからいいです。はい、音は出てますね。ありがとうございます。はい、はい、あ、出たあの音、はい、あ、宮崎さんはどんな顔は出ない。出ましたない、これ、おお、なんかいい音ですね。え、コップを叩いてるこれ。コップを叩いてる。はい、いい音ですね。綺麗ですね。みんななんかいろいろ違う音で楽しそう。はい、ありがとうございます。え、自己紹介はいかがですか。誰？あれ？自己紹介。はい。インターネット接続が不定で不安定でちょっとごめんなさい。いやいや、じゃあ私から言っちゃう。じゃあシンクロナイズドスイミングでね、オリンピックの選手もご紹介。はい、水泳です。はい、はい、水泳の大先生、シンクロ界の大御所の方でございます。はい、ありがとうございます。じゃあ春菜ちゃん、いい、春菜ちゃんいけるわ。はい、よかった。自己紹介と、じゃあ音出してみて。OK、聞こえました。なるほど。で、お母様がありがとうございます。あの、まあ、私のお友達とピアノ の生徒さんでございます。はい、じゃあ長竹さん、あ、マイクつけない、あ、これ、じゃあ、作れるかな、大きな声でしょ。ブラジルのクイーカーを持ってきました、長竹です。聞こえる、今聞こえた、聞こえた、ゴンタ君、ゴンタ君です。お部屋サンバのね、めっちゃ珍しい楽器たくさん持ってきてくださってね、楽しみです。じゃあ、あれ、これ一通りやって生やされてる。どうぞ。はい、相方準備です。エレキギターです。はい。じゃあこんなみんなでやってみますが、まあちょっとじゃあ私がちょっと初めリーダーでやるんだけども、この間リハしたらね、ちょっといろいろ皆さんからアイディアが出て、初めは。なんかこうみんな繰り返すとね、自分の音しか聞こえなくなっちゃって、さっき言いましたけど、はじめはちょっとね、自分で私は音がちっちゃめの楽器だと思う人はですね、先にやってくれます。ちょっと音が自分は他の人をかき消しそうな音がと思う方は、ちょっとその小さい楽器がで音を出したなと思ってから後から入っていただけますか。で、あとさっきも言いましたが、とりあえず初めはリーダーのね、リーダーが好きだと思って、とりあえず、真似をする、真似をする、基本は真似をする。しかし、ですね、だんだんとですね、ここに書いてますが、あえてルールを破るも OK なんで、まあ、例えばこの間のリハで、まあ、コロナに負けるなとか、そういう言葉はちょっと、言わないで、とかこう声だけで一応やるってルールですって言ったんですけど、そこをあえてね、破ってコロナに負けるなっていう人も現れましたが、それもそれで OK です。何やっても OK です。まあ、しかし、初めは一応分かりやすくね、
小さい楽器の人から先に出る。で、あの人の音を聞きたいときは休んでいて、別にずっと繰り返さなくていいです。休んでも、で、だんだん別にルールを破っても OK、 何やっても大丈夫に余ってやっていただけたらと思います。そして、しかもですね、この間も言いましたが、これは録音してみるまで全然わからないという、演奏です。自分もすごい音遅れ、お互いに遅れていますからね。なので、録音して結果をね、お楽しみに。あのこの間のも一応、非公開で上げてあります。これは思いっきり公開でね、YouTube ライブに残りますんでね。では、やってみましょうか。1回目、私がもうちょっと短めにね、やります。この後、春菜ちゃんがね、リーダーやってくれますからね。よいしょ。じゃあ、行きたいと思います。みんなでオンラインアンサンブル、コロナに負けるな。
ありがとうございました。皆様なんかすごい素敵な音楽になったなと思いますよ。ちょっとじゃあなんかアイディアとか感想がある人は。ない。OK です。あ、宮崎さんちょっとまだネットの調子がよくあれですが大丈夫ですか。固まっちゃってるのだってね。さはい、映像一応そうなんです。いや、あのぜひ参加できる範囲でお願いしたいと思います。じゃあよし、春菜ちゃんにリーダーお願いしようかな。じゃあ春菜ちゃんも、はい、3分から5分の間ぐらいで、私短くて全然なかったです。すいません、私短くなかったらしい。5分ぐらいの5分以内ぐらいでいいだ。お母さんがタイムキープお願いいたします。じゃあ春菜ちゃんのリーダーでよろしく、みんなでアンサンブルイエイ。じゃあどうぞ。Thank you.
ターしかしなかったけど、やるの楽しいね。あ、自分で言うなっていうけど、春菜ちゃん、なんかじゃあ感想教えてくれる？ありがとう、うん、あと、もうちょっとタブがあるといいこれね、言われたんだよ、他の、あのうちの教室で試してた時に、私も考えたいってね。だからいいと思うんですよ、私もだからみんなのなんか作ったサラで作曲してもらってね、みんなの作ったカードを増やしてもらってやったら、さらに楽しく盛り上がるかもしれない。これやってみたいね、このワークショップね。カードを作る、いいね、いいヒント、いいヒントになりました。はい、そうだね、そ の, そのカードからこうババ抜きじゃないけど、ね、好きなのを引いてやるのもね、そういうのはいいかもね。だいたいコロナに負けるのはコロナ中しか流行ってない言葉だからね、もっと新しいなんか違うのテーマにしてもいいと思うんですね。お、いいいい、ありがとう、ありがとう。他になんかもし感想とか、あ、一言ずつ、すいません、もうなんかすっごい伸びてますけど、一言ずつ30秒以内で一言ずつもらっていいですか。じゃあ、田口さん、すいません。そうですね、今回はちょっと休み休みやったんで、夜他の人が音をしてて、楽しくできました。で、ちょっと今思ったんですけど、はい、コロナに負けるのか、こう言葉をはっきり出してもいいんですけど、なんか言いたいことがあるんだけど、なんか表だっていうとちょっと支障があるなっていう時に、なんかリズムだけ書いて言葉を隠してみんなで言うのもいいかもしれない。なんか大人の事情って感じですね。ちょ、子供の発想とまた違う意見が出ましたよね。いや、ちょっとじゃあそれを、そういうカードをじゃあ田口さんが考えて作ってくれるっていうことで大人向けカードもね、年齢18禁とかどうですか。はい、ありがとうございます。じゃあ、ちゃまさんどうぞ。こんな理想の遊びがすごく参考になりました。私もいろいろなことをやってみたいなと思いました。ありがとうございます。ちょっといわきの方とやりたいんですけど、ズームでやります。いいね、本当に。ちょっとこれ流行らせてくださいよ、ね、いわきでで交流、まず私が。本当ですか。また新たな、新たな企画ができてるので、じゃあちょっと打ち合わせさせてください。ありがとうございます。じゃあ次、佐藤さんお願いします。実は今回なんか臨床会の時に関係を夫が一番解けるところが多い気がして、その方が検討してらっしゃるのとか実は聞き取りづらかったり。ああ、そうかそうかそうか。で、ただ、まあ、いろいろ複雑に絡み合って、自分とさらに それが変形したようなものから、なんか、自分が従うべき、自分の感じを見計らう、まあ、難しさでもあり、面白さでもあり。ありがとうございます。すごい、やっぱり佐藤さん、見えなくても考え、やっぱりよろしい、良いですから、全然違和感なくやってらしたんです。でも、なんか、今日すごい、なんか、佐藤さんの音がそれ聞こえてきて、なんかね、主役を張ってるなんかシーンとかがあって、なんか本当ありがたかったですけど、すごい素敵です。後でまた録音で聞いていただけたらと思います。はい、じゃあまさやさんお願いします。まさやさん、あ、はい、間に合ってよかった、渋滞に巻き込まれたけど、はい、はい、雨が今日やってて、バトゥーに関しては、いや苦しいな。そこそこえとか、ハーブリカだとまだ、はい、大丈夫けど、これはもう、書くだけなんで、いや、打たないな。そうですね。そうです。確かに。そこなのまあでも、本当、まさやさん、楽器屋さんできるぐらいね、いろんなの持ってるんで、ぜひ、なんか、なんかいろいろ試していただきたい。みんなで交互に掲げてそれを従っていく。ああ、なるほどね。リーダー決めないでみんなが1枚ずつ持って。はははは。
ちょっといろんなパターンが考えられそう、楽しいですね。あちょっとあなんかすごい発展してきたぞ。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ宮崎さんも大丈夫ですか。音がね途切れてしまって、はい、分からなかったんですけど、はい、みんなに会えてよかったです。はい、ありがとうございます。そうなんですよ、宮崎さんこそですね、本当にビデオ通話分からないって方がもう今や普通にね自分でできちゃって、ちょっといつもネットの環境が悪くていつもちょっとしか喋れないんですけどでも本当に宮崎さん素晴らしい、やっとできるよ、やっと一人で、前息子さんにめっちゃ怒られながらやってたけど、だからチャボさんも頑張って一人でできるようになってください。じゃあ長田さん、じゃあ初めて来させていただいたんですけど、これでうまくこっちを見る、こっち、はい、こっち見るといいです。長田家です、うん、いろいろ楽しかったです。それでいいクイカっていう楽器持ってきたんですけど、これにはバッチリだなと思いましたまた持ってきます。そのゴン太くんがねコロナに負けてなんか言ってる状況ですからね、ゴン太くん本当変わった楽器。この後もね、さっき前半アクシデントで回してしまった、取りやめちゃった曲はこの後演奏したいと思いますのでね、この後そうですね、 YouTube 見てください。宮崎さん YouTube も聞こえてるかメールで送って YouTube この後続きにありますはい、続いて見ていただけたらと思います。林さん、はい、どうぞ感想。面白かったです。面白かった、はいはい、でこれでみんな行ってもらったんですか。大丈夫ですね。はい、本当に今日はこんな長時間というか遅れまくってすいませんでした。お付き合いいただき、でもなんかすごい発展しそうな予想予感なので、いわきにも広まるし、なんかみんなが持つパターンとかね、みんなが作曲してくれるパターンもできそうなので、楽しみにしています。今日は本当にありがとうございました。2日後にズーム飲み会もあるのでよかったら参加してください。また連絡します。ありがとうございました。じゃあこの後 YouTube ライブに移行しますので、またね YouTube の方は待ち受けになりますが、 Zoom の方はおしまいになります。ありがとうございました。さようなら。切っちゃっていい？あ、まだ私が切ります。
Thank you.
ははありがとうございました。すいません、もしかして長すぎました。長いなと思ったでごめんなさいね、はい、そういうわけで私のせいらしいですがもうだいぶ時間をしてしまったんですが、本当に長竹さんのね素晴らしい作品で、ちょっと学童歌っていうですねタイトルですので、はい、あの解説、はい、お願いしたいと思います。はい、そう、あの学童歌っていう、あの学、まあ、あの楽しいっていうし、音楽の楽に、はい、わらべに、はい、花ですね、はい、花、蝶々がね花の周りで踊るのは、うん、あ、出す、はい、すいません、出ました、これで出ました、うん、見えないですね、うん、まあいいや、うん、そうですね、はい、あの、うん、これはどこの国の、あの昔話でもあるんですけど、僕は特にメキシコとかのお話で、蝶々が花の周りを踊るのはね、うんうん、音楽、花が音楽をしてるからだっていうお話があって、それにヒントを得て、うんうん、こういうのはまあいっぱいシリーズで書いてるんですけど、その中の一つのこれはランですね、ランの花の中に、名前はちょっと忘れたんですけど、ランの花の、ランの花の中にこう芯みたいのがね、はい、あるんですけど、それをわらべにしてみんなで音楽を奏でているという、そういうふうな絵にしてみました。周りで蝶々が群れになって、ね、はいはい、ほとんどあのカーニバル状態でねパレードみたいになってますけど、そういうにぎやかな音を立ててあの遊んでるっていう、はい、そういうところをね描きました。なるほど、そう、なんかすごく学童歌です。あのやっぱりいつもこう長竹さんのはなんていうかね、綺麗ですごく色、色彩が美しいのと、あとこのなんか独特のフォルムというかね、うん、人のなんか流れるようなこう線っていうんですかね、それがすごくいつも素敵なんです。この間はねちょっと女性のような、女性じゃないけど女性のような ね、 ね、あの、はい、花のをでしたけど、今度は可愛いね、しかもこの持ってる楽器がもう全く分からず、この間何ですかって聞いたんですけど、はい、これはでも昔、はい、いろいろ昔のですね、小さいシンバル、はい、それからあの真ん中のイカみたいのが、イカって言われちゃったんで、そうイカみたいのが、あれがあのマラカスの金属で作った円錐形のマラカスを持ってる、ね、金属のね、あと下の方 の、 あのブッダの太鼓とか、はい、鈴とか、はい、まあ、いろいろあのやってみました ね、 ね、まあ、だから、うん、あの大げさなこと言いましたけど、楽器書きたかったっていうような感じもあるんですけどねいや楽器マニアもさっきのね、まさやさんもそうだけども、長竹さんは本当にすごいいろんな楽器持ってて、そのさっき使ってたのとかちょっと解説してくださいよ。もビリンバウ、ビリンバウ、もう皆さん知ってますか、ビリンバウ、ご存知ですか。準備が大変、あ、そうかそう、この間リハの時私がビリンバウとか持ってきてって言ったらね、なんとどっかに貸してて持ってこれなかったね、その日に取り返しに行ったというあの弓に太鼓の、まあ、弓太鼓ってね、はい、あの楽器の種類なんですけど、弓にあのひょうたんで共鳴度がついてまして、はい、でそれをこう、いや今回は菜箸ですけど、はい、矢でこう弾くとこういう音がする、不思議すぎ、ね、それでお腹に当てたり離したりすると、おお、これ不思議だ、不思議、こんな音がしますね。で単音だとつまんないんで、こう石を持って弦に当てるとちょっと高い音が、おお、手でこうやってね、ビリンバウっていう楽器なんです。これがビリンバウ、ビリンバウ、ビリンバウ、こそういうビリンバウっていうのは音から来た名前だと思います。はい、なるほど、それに音から来てる、ね、菜箸持ってるところにカッシシっていう、これもカッシシ、それ音だ、さっきの味見てね、カッシシ、これも混ぜて叩くとこう、
なんかこんななんかあっという間に複雑っていうか音楽的ななんていうかね、すごい一人でもできちゃうすごいこれ簡単そうにやってますが難しいんでしょうね。これはね、あの小指だけでさ持ってるんで、これがえらい騒ぎの重い。そうな、小指が鍛えられる。小指が丈夫じゃないといや石とか使ったり不思議すぎますね、ビリンバ、うん、ぜひこの、はい、ありがとうございました。はい、そんな風にいろんな、ね、楽器をお持ちで、しかもサンバのなんだ日本語サンバを広めている永竹さんですけどもね、でもしばらく本業は日本画家だと知らなくて、はい、これが本業だったのに、はい、なんか今回初めてコラボしましたよね、はい、そう知らなかった。あんまりね、ほら日本画外でやらないからずっとやってるだけですから、家で、はい、外出自粛も全然辛くないっていう、全然あの普段と何の変わりもない永竹さん本当にもう今回ねすごく長丁場お付き合いいただき、しかもね素敵な演奏、素敵な作品とコラボできて嬉しかったです。本当ありがとうございました。ありがとうございました。そして今何時ですか。相当長くね、はい、なんかいっぱいいろんなことを田口さん書いてくれてありがとうございます。お、印象的な絵ですね。日本的な感じだけでなく、タイなどの仏教画のような雰囲気も感じます。そうなんですよ、そうそう、当たりです、当たりです、図星です、はい、もう、あの仏画も描いてます。そうなんですよ、もう仏画の、まあ、テクニックで、はい、ですね、この絵はね。そうですよね、もうそういうすごいあのみんなに崇められちゃうような絵を描いているわけですね、ね、すごいですよ。そして笛を吹いているこの姿から、なんだっけこれ、ガリオ、なんだっけ、ガリオビンガだっけ、なんだっけ、ガリオ、はい、ガリオビンガ、ビンガあってますね、ガリオビンガを連想しました。あ、そうですよね、 あのちょっとこう、そうですね、その子だけこっち向いてるよね、そうそうそう、よかった、ガリオビンガであってました、ね、ありがとうございます。清水さんが入ってからなんだか債家な雰囲気になりましたね債家で債家でしたか、債でも債家ですよね、永竹さんのね、なんという作品、債家じゃないですか、そういうイメージだったんですけど、まあね、はい、はい、ありがとうございます。こんな風にいろいろコメントいただいて嬉しいです。はい、そしてですね、なんともう次回も決まっておりますけれども、8月15日がね第5弾で、先ほどの達也さんのですね師匠っていうんですかね、カオルコさんがすでに決まっています。でカオルコさんは本当 CM で、例えば、ガッキーのポッキーの CM とか、あと竹本ピアノとかね、もう本当に有名な、CM を、そうですね、その通り振り付けを手掛けている方なんですけれども、そういう振り付けの秘話を、もう質問さえ来れば、見てくださっている方から質問さえ来れば教えてくださると。でまた皆様のお題で即興で踊ったり、しかも私たちがそれを即興で演奏し、また遠隔でコラボするという、ね、まあ、光栄ですが、本当にどうなることやら、ちょっと私たち頑張んなくちゃですけれども、そんなふうなのを予定しておりますので、ぜひぜひまたそちらもね期待していただけたらと思います。本日もいろんなアクシデント、こんなにものすごい毎度のことですが、すごい伸びてしまいましたが、どうかお許しください。本日も本当に、こうやってコメントもいただいてありがとうございました。何か言うことはありますか、大丈夫ですか、何かゲストさんもよかったら最後にいいんですか。すいません、今回もいろいろトラブルがございまして大変申し訳ございません。なんでですか。いや、本当にゲストさんに大変なことを頑張っていらっしゃるんですよ、もうその場でいろいろ臨機応変に考えてね。すいません、本日もご覧いただきましてありがとうございました。いろいろちょっとズームを使っての配信っていうのは結構難易度が高いので、ちょっと画面にカーソルが見えたりとかいろんなことが起こってますが、こちらもできる限りのことは対策していますので、懲りずにお付き合いいただければと思います。そして私の方で、8月1日に、こちらとは別の配信をいたします。下北沢で配信専門のライブハウスという形でスタジオをオープンいたします。1日は、クラシックの
ピアノ演奏と、あとあのこちらのフリッシュフィッシュのお二人にも出演をいただいて無料配信をします。また8月8日には有料配信を予定しております。こちらまたあのお知らせをしますので、ぜひよろしければご覧になってください。また出演したいっていう演奏家の方、クラシックの方、アコースティックの方、ぜひお待ちしておりますので、ご連絡いただければと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。このハニーキューのイベントを通してですね、まあ、すごくちょっとかわいそうに鍛えられいろんな配信のこのイベント、こういう風にしてほしいとかね、まあ、ゲストさんからも言われ、私からも言われ、それいろいろ工夫してやってくださって、もうとうとうですね、そういう風に拠点を持ってライブ配信専用みたいなね、ライブハウスを運営されることになりましたので、根岸さん、私たちも今度8月1日参りますがね、すごく素敵な、あ、こっちを見た、素敵なところだと思いますのでね、ぜひぜひ、ご興味持っていただけたら、ホームページとかね、根岸さんのノートなど見ていただけたらと思います。では本当にね、本日は皆様ありがとうございました。ハニーキューにご興味持ってくださったら、ハニーキューフェイスブックグループとかね、あとオープンチャット、 LINE のオープンチャットなどもありますので、ぜひぜひご参加いただけたら嬉しいです。そして2日後、Zoom で、ね、飲み会なんかもやりますので、チェックしていただけたら嬉しいです。では本日は本当にありがとうございました。私が下げさなくて